アキラ。お、ショーンさん、よろしくお願いします。ヤズは朝から便所にこもって出てこん。ほんまにあいつは。ハルト、ヤズ。親父、行ってくるけ。元気で頑張ってくるけ。親父もお父さんもほんまに元気で。おやす、ええ加減に出てこい。文句言われても出れまい。じゃあ行ってくる。東京着いたら電話する。いいか、お前を好きで東京に行くんじゃ。つまらん泣き言言ってくんなよ。のたれ死んでもええ。お父さんが東京に行くときや、お前の骨を拾いに行くときじゃ。そう思って腹食ってこい。わしの方から電話することももうあらせんわい。いいよ、僕もそのつもりだよ。わしはいっぺんも東京に行かんけの。自分一人で頑張ってこい。一人前になるまでは二度とビゴに帰ってくんな。おう、おやす。お父さんへ行ってきます。一人暮らしは不便でしょうが、風邪などひかないように頑張ってください。タンスに衣替えの服を入れ替えておきました。冬物は押し入れの中です。風呂の空だきに気をつけてほしいので、ブザーもつけておきました。水が満杯になったらブザーが鳴るので、びっくりしないでください。お酒を飲んだ後は絶対に風呂に入らないでください。よしおのじいちゃんはそれで死んだそうです。野菜ジュースを3ケース買っておきました。台所の流しの下に入れてあります。止めようか。もう行ってください。アキラ。お父さん、東京に行かせてくれて心から感謝しています。アキラ、頑張ってこいよ。
みんなはこう言った。トンビが鷹を産んだ。美佐子、親父が死ればよかったって。お母さんの代わりに。アキラはみんなの子じゃけえの。お前一人ならとんだ草薙のおじさんだとこじゃ。山あり谷ありの方が人生の景色は綺麗なんよ。海よりも深い父の愛で彼は大人になった。父に僕はまだありがとうを言えていない。アキラトンビ。